スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは。 MSS プロジェクトでございます。はい、さあ本日は11月11日。あなたも私もポッキー。おわお早いまあポッキーの日、まああるいは俺の親父の誕生日聞いてプレゼント送ろう俺も送るわお前の親父ありがとうございます。新しい金魚送るわ11月11日ポッキーの日でございますね。ちょっとポッキーほら、はい、ポッキーどうぞどうぞ。ポッキー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 プリッツやプリッツやんけお前だけ違うじゃん。俺もプリッツやまあ普通に食べても美味しいですけども、ちょっとまあさすがに普通に食べてもしょうがないということで、今回はこちらの商品ご用意しました。今ベーコンの先で今ベーコン出しちゃったなんでやねん。今多分見てる人なんでベーコン出したんやポッキーとベーコンで違うねすいません。こちらです。ドドン来ました、じゃがりこクッキングでございます。こちらですね、じゃがりこといえばですね、まあお湯を入れたりしたら、なんかポテトサラダになるじゃないですか。あるある、はいはい。で、今回はこちらですね、まあ、なんか粉々に砕いて、なんかその料理の材料的なものに使えるみたいな、あ、そう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 、そういうね、多分コンセプトの商品なんですね。まあじゃがりこ入るならポッキーも入るだろうみたいなところでこう固められたり粉々にされたり忙しいな忙しいな確かにじゃがりこを用意しましたんで。ちなみに今こういうの知ってる？ゆじゃがりこ。いや知らない。ゆじゃがりこめっちゃうまいよそれ。え、そうなの？そう、じゃがりこそもそもだって食ったことある？ポテトサラダない。めちゃくちゃうまいねうまいね。そうそう、だからそれうまいってことで評判になって、この多分ゆじゃがりこでできて、こっちもめっちゃうまいってこと、まあこちらの方も用意しましたんで、まあじゃあ早速こちらあげてみますか。これやばいよ。うわ、なんかあ やばいじゃんこれ。これ巻き込まれるやつだ。うわマジで痛いと思う。あかんあかんあかん、やば。まあこれで粉砕するんでしょう。はい、まあまずはこのじゃがりこ作ってみようね。はい、まあアルバムさっき言ってたけどな、固められたり粉砕されたり本当だよ。だからこれね、長さが違うんだよねこっちと。あ、そうなんだ。そうそうそう、本当だ。お湯はあるで、お湯でそっち作ってみる。おう、うん、こっちはじゃあ粉砕してみましょう。はい、じゃあちょっとお湯入れてみよう。どうぞ。はい、線超えたわ少し。熱湯3分。じゃがりこ作ってみよう。やりたい。じゃがりこ。じゃがりこ粉砕しよう。粉砕する。これどうやってやんの？一本かい。いや何本何本とも入れちゃっていいじゃん。こんな風に入れんの？縦に。縦でしょ。こうやって入れんの？そう。で、あ、これで回していいの？いいじゃない。いいじゃない。なんか固定されないのそれ？これなんか、あ、これで固定されたわ。これ何？何それ？それはウィングだ。これ誰がこうやって持つの？チョコレートなど粗挽きできますって。あ、そうなんだ。あ、じゃがりこミルはじゃがりこ以外のスナック菓子チョコレートなども粗挽きできるおー、仲いいねあ、いい音するね。うわー、やばい。うわ、かわいそう。あー、ほんとよし、完璧にシュレッダーだね。いいね、いいね、いいね。どんどんやっちゃう。おー、いいね。どんどんだっけ。これモーターつけたくなるな確かに。あ、でもこれ手作業でもすげえいいわ。早いね。早い早い早い。だって電動だったらもっと早い。そう、一瞬でブイーンって終わるだろうね。やっぱ電動だと巻き込まれたら危ないから。危ないこれ。今の量でどんなもんになった？ちょっと見てみましょうか。そう。あ、結構いい感じですよ。そうですね、もう全部やっちゃおうか。じゃあやれやれやれ。入ってない？入ってる。入ってる。うん。入ってる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 じゃねえ。どう？はい、これで、じゃがりこができました。イエーイ。で、とりあえずマッシュじゃがりこを作ってから、それを成形してなんか焼いたりしてみますか。じゃあ一応用意しましたね。うん、でマッシュじゃがりこはまたこれもお湯入れるんですな。うんうん、マッシュ状になるまで混ぜると。このマッシュ。大手がスプーンで。え、どうか。ストップ。お、おなんかいいね。ちょっとあれみたいな。言ったー。言ったー。言ってないじゃん。言ったー。言ってないじゃん。もう。なんかでもぐじゅぐじゅ具合は全然違うね。何が？
ああ、だからそっちは違うよ。そっちはあれ、だからこっちはだから固めて、うん、その焼いたりしたい派だから。そっちは。お前なんで言ったの？完成。なんだこいつ。おお。ポテトサラダ。絶対うまいそれは。こんなうまいかちょっと。やっぱうまいわこれ。マジで？いや、うまいよ。うまいよ。うん。そうでしょ。俺信じてないっす。これだって。サラダあったらいいポテトサラダだなって思うもん。うめえ。うめえ。うまい。びっくりしたんだけど。だうまいんだよ。これ帝国ホテルで出てきてもおかしくない。おかしくないね。え、お前らこれ食ったことある？あるあるある。俺はいいよ食べたから。食べたことあるから。いいっすか？めっちゃ感動する。俺めちゃくちゃうまくない？うまいよ、わかる、うまいよ、うまいよ。今日一びっくりしたんだけど。ちなみにこっちもいい感じになりました。ちょっと食べてます。このマッシュ、こっちはこっちはちょっと違うんじゃない？そうなの？こっちの方が、ういあー、味と違うの？違うよ、全然違う。へえ。やっぱそれ用に開発されてるからね。じゃあこちらの方をちょっと、これうまいべ、団子状にして。ビビるだよそれ。もうそっち興味ないわ。これね、これに入れて、あ、絶対入れすぎはみ出ちゃって、まあまあ、たこ焼きみたいになってる、まあまあ、できました。イエーイ、はい。ポッキーの存在完璧に忘れてるけど。お、今回ゆじゃがりこね。どんだけ食べてんのよ。これはうますぎるね。全部食べちゃいました。あ、じゃあ焼いちゃって。もういいんすか？あ、一応そうだ、さっきせっかく出したベーコンもあるから、これ巻いたりしてどうですか？あ、やべ、これ弱い。あ、ほんとだ、崩れてる。崩れるわ。崩れる方向に合わせてベーコンを巻いていかないと。これで1個は普通に焼いてます。さあ、今じゃがりクッキンしております。じゃあその間にせっかくポッキーも用意してるんで、ポッキーも砕いてみますか。よっしゃ、じゃあポッキー横で。砕いたところでどうなるだろうね、それね。わあ、汚ね、絶対チョコレートこびりつく。そうね。あ、そんなことありませんよ。お、いい感じだ。意外といい感じになってるわ。なんか芝生みたいになってる。で、それをどう利用するの？まあ、でも固まんねえから、やっぱちょっとお湯かなんか入れる。よし、じゃあちょっと入れてみよう。ちょっとだけな、ほんのちょっとだけ入れて。よし、 OK、 ナイス。お湯を入れる意味は一体って感じだけど、ちょっと楽しみ。これなんか見たことあるな、なんかこういうお菓子ある。それをまた冷やせば。冷やして、冷やす系か。こっちちょっと冷やしてみるじゃん。こっちはもうそろいい感じですけど。じゃあちょっと食べますか。なんかいい感じ、焼き色ついてね。ねえ、美味しそう。普通に美味しそうになったぞ。うん、ほら見てくださいこれ。豚の油でね、また、うん、ここベーコンや。ベーコンやそれ。こっちは。あ、それね、それね、普通にうまそうじゃない？それうまそうじゃない？あと意外とベーコン巻くだけでも安定したわ。別に安定したね。うん、お、うまそう。これはちなみにただ焼いただけです、このじゃがりっこのまとまったやつ。つまりただのね。まあ、まあ、焼き芋だよ、焼き芋。焼き芋。ちょっと食べてみますか。どうぞ、俺さ。あ、じゃあすいません、結構ポテトサラダ食べたから。じゃあちょっと箸。じゃあ せっかくなんで、このプレーンじゃがりっこ焼きをいただきます。うん、あ、ちょっと芋餅みたいになってる。へー。でもね、多分だけど、うんうん、ベーコンの油みたいなのが染み出して。あー、あー、あー、ね、さっきより旨味が明らかに増してる。うめえ。何、うまいね。うまいね。うまい。うん、いや、焼くだけでちょっと違うもんだね。ちょっと言ってくださいよ。ちょっといいですか、うん、このベーコンじゃがりっこ、うん、どうですか。うん、うまい。うまい。うまい、うまい。こういう料理があっても別におかしくないなと。これ塩コショウかけてればバッチリだったね。うん、うん、結構合う、ね、揚げ心えば。そう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 、うん、この時点でも結構な、うん、まあうまい、うまい。うん、なんかさっきスプリッツの方も粉々にしてお湯入れてなんかやつ。スプリッツ、はい。で、こちらがですね、
ポッキーを粉々にして、はい、ちょっとお湯を足して固めて、うん、冷蔵庫で少し冷やしたものになります。こんなお菓子見たことあるね。見たことあるね。クランチ的なやつだよねこれ。そうだね。ちょっと食べてみていいですか。まあ、まだそんなガッチガチにはできてないんであれですけど、まあ、うん、まあでも半分固まってはいる。うん、固まってはいる。うん。いけてる。あ、うまいかも。あ、しっとりしてる。逆にいいかもしんないこれ。あのね、クランチチョコより甘くないから。ああ、ありありのありだね。うん。あ、うん、ちょっとあのもっとサクサク感が欲しいな。まあ確かにな。これもうちょっとだから冷凍すれば、それかなんか分量変えるとか、でもそういうちょっと余地がある。これ混ぜたのよかったかも、イチゴと。そうだね、ちょっとイチゴの味するね、うん、で、これが最後に、ヨガが作った、サラダプリッツのプリッツボール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 プリッツの粉々なんだったやつってどんな味するんだろう。想像がつかない。いただきます。あと今もうちょっとやってみ。豚の油出てるから。そうそう、わけわかんない。不正が半端じゃない。うんうん、どうですか。なんだ、なんか例えようない味するこれ。なんだこれ。なんだ。なんか食ったことあるんだよね。もなんか食ったことあるなこれな、ね、ホワイトソースっぽいのか若干。なんだこれ。うーん、まあ言ってしまえばプリッツがぐちゃぐちゃになったやつなんだけど。プリッツふやかしただけだねこれ。でもなんか似たようなの食べたことある。なんか食ったことあるっていうのは分かる。なんだこれ。なんだこれ。それプリッツじゃない。まあプリッツか。はい、というわけで今回はこちら、じゃがりこクッキングご紹介しました。ですね、まあ今回、やっぱポッキーの日ということでポッキーも試してみたら、うん、全然ありです。だからやっぱいろんなお菓子、じゃがりこ以外にもいけるんですけども、うん、やっぱ一番美味しいのはじゃがりこ。これは最強ですね。しかもお手軽ですから。誰でも作れる。もうね、あの手作りで、例えば女の子が彼氏にポテトサラダ作ってあげるよって言われたら、うん、ぶん殴った方がいいですね。今すぐこれを用意した方がいい。ゆじゃがりこ買ってこいや。いや、頭のいい女の子はポテトサラダ作ってやって、これ作ってやって、うめえこれみたいな。お前ポテトサラダ作るのすげえうめえ。でちゃーとか言って変わらない方が生産性はいい。だってお湯入れるだけだもんな。そうだね。これやばいっすね。というわけで、ゆじゃがと、じゃがりクッキング、ぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。はい。MSS プロジェクトは YouTube、そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をないとぞよろしくお願いいたします。お願いします。登録ボタンの方はですね、こちらとかこちらとかこちらとかこちらに、あったりしまして、下の概要欄の方にもですね、URL がございますので、ぜひそちらの方からご登録の方をないとぞよろしくお願いいたします。似合ってる。